はい、皆さんどうも、教区長です。ということで、この動画に関してはですね、サランプ TV 恒例の Google トレンドを使った国別 YouTube 検索比較ということで、今回は NCT とセブンティーンそしてそこにストリ r キッズをぶつけてみたんでね、まあこのスキズ VS 第3世代ということで、ちょっと調べていこうかなと。いうのも、第4世代のね、やつやったときに、まあスキズが圧勝やったんですよ。 これでもかってぐらい、あのー、すごい数字が出てたんで、これ、第三世代でもきついんじゃないかっていうね、見込みがあったんで、まあ、ちょっと今回ね、こういった構図にしてますけど、これ見ていただいたらわかるように、今2023年の YouTube の上半期ですよ、今年のね、見てるんですけど、なんとあの、背ブチとスキーズが並んでるんですよ。まあ、お互いね、しっかりカンもね、日本の作品も出してるとは思うんですけど、えっ、ー、と、この、まあ スキズが50で、セブチが49ということで、まあ、ほぼ同点ですよね。で、まあ、NCT がね、まあ、今回ちょっと、なかなかね、日本ではっていう感じですけど、一応ね、ドリーム、えー、イリチル、NCT で分けてるんですけどね、NCT って調べてる方も多かったりするんで、あれですけど、まあ、まとめたとしても、結構差が開いてますね。うん。だこれイリチルとかドリームとかも入ってます。このセブチとかスキズとかも。これカテゴライズされてるんでね。うん。だから、 セブチがすごいのは分かってたけど、スキズがこんだけ伸びてるってもう、すごいですよね。おーなあ、まあ、そのね、カンバックのインパクト、これはあれかな孫悟空か。インパクトはね、セブチドカンと言ってますけど、アベレージすごいですね。なまあ、もちろん YouTube なんでね、あの、人気の指数、参考にしかならないですけど、 あの、まあ、ここら辺でね、母数がエグいんやろな、スキーズのファンもな。まあ、コンテンツの量っていうのも、もしかしたらあるかもしれないですけどね。うん、すごいですね。だから NCT は日本では、まあ、ここに比べると、なかなかって感じかもしれないですね。うん、じゃあ、韓国ですね。ここはね、まあ、スキーズの苦手なとこですね。まあ、セブチが強いかな。ドリームもね、強いイメージありますけど、韓国の YouTube 検索で行かせてもらいます。韓国やとこちらですね。セブチ一強やん。<laughs> セブンチー一強やん。でもドリームと、あこれ、カテゴライズのハングルも絶対入ってんねん、これな。じゃないとセブンティーと反応せんからな。うん、まぁ、あ、スキズとこんぐらいと。なるほどね。まあ、NCT 思ったよりもって感じですかだから、これとこれ足してる感じだよな。だから、それ足したらスキズより上やもんな。 まあ、ここら辺はもしかしたら正確に出てるかどうかはちょっと難しいとこかもしらんね。うん。ただ、セブチがこんだけね、出てるから、まあちょっと何とも言えないですけどね。セブチ一挙っすね。おーまあ、BTS ね、ほんま入れたいんですけど、BTS 入れたらなんか、そのレベチすぎてグラフが見えな見えづらくなるんで、その、最後すべての国、調べるときにね、あの、BTS ちょっと入れてみました、後でね。うん。なるほどね。わかります。じゃあ、アメリカですよ。もう、日本、韓国の次もアメリカでどないなんてとこね。 大事なんで、まあ、ここはスキズかもしらんな、見てみますね。こちらですね。あ、スキズ一強ですね。あ、でも、セブチョもすごいですね。おスキズ、まあ、ここすごいねお。なるほど。これブスターかなおー。って感じですね。まあ、さすがという感じですけど、NCT がもう一つ欲しいですね。多分、東南アジアっつうよな、NCT なえ。やっぱ SM は東南アジアですからね。 なるほどね。こんだけ一興語ものにな、これな。おー、先ほど韓国でのうな、あの、文を取り返すぐらいの感じですね。ただやっぱセブチも、海外もね、あると思うんで、ちょっとそこら辺、ちょっと見てみます。台湾ってことかどうですか台湾とか、と、これちょっとわからんね。台湾セブチかな。あ、セブチですね。いやー、セブチすごいわー、なー。これ NCT 反応してるこれ。NCT はちゃんと反応な、反応してるからな、これな。 なるほどね。じゃあ、香港行きましょう。香港やと、こんな感じですね。あーなるほどね。バージョ強いですね。ああ,あじゃあ、インドネシアな、ね、い。SM と言えばインドネシアなんで、ここはちょっと NCT ってほしいですね。インドネシアへと、こんな感じですね。やっぱさすがやな。ちゃんと数値出てるな。まず隙図がと同じで弱いの課題なんですよ。ずっとね。 やっぱ強い SM これ。ま、イリチルがそんなになんかな。いや、これは NCT の反応もありますけど、ドリームでここ来るのは面白いですね。さすがですね。これは K-POP 面白いやな。国で全然違うっていうな。まあ、セブチもま、強いけどって感じですね。ドリームやね。で、スキーズが課題とな。フィリピンとかどうなんですかフィリピンとかやと、こんな感じですね。フィリピンやとセブチなんおもろいな。どういうことなの どういうつもりなの <laughs> どういうドリームのあどえー、どう、どうなってるのこれな。面白いですね。うん、タイとかどうやっのわかんもん。わかんないですね。タイヤと、こちらですね。ああタイヤと、ま、セブチですね。あで、ま、ドリーム。なるほどななんか、わからんね。<laughs> やっぱ、インドネシアがね、sm すごいね、あの、昔から人気っていうイメージあるんですが、他で言うと、 ダントツってわけじゃないんですねうん、えー。じゃあ、ベトナム。ベトナムやと、えー、こんな感じですね。ベトナム。うわあベトナム、スキズすごいスキズすごいですね。これ、やばいなこっからの勢いすごいですね。うんあシンガポールってことですかシンガポール。シンガポールやと、 ああ、スキーズも強いですね。ああ、なるほどね。まあだからこれ大事なのがこれ、あのー、跳ねてない、カンバしてないとかいうところのアベレージが大事なんですけど、一緒ぐらいですね。これスキーズとセブチでね。で、曲のインパクトでバンって出てるのがこっちのセブチですね。なるほどね。マレーシア。まあ同じ数値かな。あまあ同じやね。ああ、これ多分全ての国で言ったら、 セブチンが今んとこのっこうかな。まあ、東南アジア見てるからな。まあ、ヨーロッパ、そうか。ヨーロッパ、南米強いからな、スキズ。どうなんだろう。NCT もね、あの、ちょっとどっかで見,見たいですね。オーストラリアオーストラリアは、そうか、スキズの、なあ、あのメンバーの方が、ね。あー、やっぱ好きですね。だいぶ、だいぶ好きですね、これね。さすがですね。うん、で、えー、っと、じゃあ、ヨーロッパ行こうか。イギリス。 この辺りでスキズが多分ドカンとくるんですよね。ああ、これおもろいな。多分すべての国、背ブチとスキズ結構いい勝負するかもしれんな,な。NC でやっぱ海外、ちょっとあれな。もう一つでとかあるな。さっきのやっぱドリムのね、あれはすごかったんですけどね。うん、スペイン。あ、うん、あ、隙図ですね。ここはかなり強いですね。でもまあ背ブチもね、頑張ってますね、ここね、うん。ドイツ。 と、こんな感じですね。おー,ー、スキズやな。えー、っと、フランスやったっけ一応フランスやとちょっとかう。やっちゃごめんな。フランス。おスキズですねイタ。イタリアか。イタリア。うん。まあ、同じ感じですね。はい。じゃあ、南米行きましょう。南米、ブラジルですね。ブラジル。ここどうなるなああスキズが強い。これはちょっとわからんなアルゼンチン。 これわかんないですね。あが好きやな。ウルグアイ。はい。こんな感じやね。はい。もう、だから、南米は完全に好きぜですね。おえっ、ー、と、インド。あ、インド。えっと、インド変わるんちゃうか。あ、インドで、でやー、面白い勝負してんな、セブチなんや。ああ、おもろいなこれは、 これはいい勝負してるね。面白いっすね。なるほどね。あカナダとかね。まあこれ、これになってくるカナダとか。これな,なってくるとスキズなるからな。メッキー、ああ、でも、でも、あセブジョンもすごいですね。セブジョンが上がってますね。メキシコ。メキシコがと、なんですね。ああ、メキシコはスキズの方、なスキズが一挙なんですね。 なるほどね。だからちょっと NCT がね、えっと、インドネシア以外、ちょっと、なかなかって感じかもしれないですね。うーん、どうなんやろうな、ちょっと待ってな。例えばやけど、えー、エい分とかと比べて、まあ、どうなんていう、その、ああ、フィリピンとフィリピンはね、エナ分フィリピンのエナイプ見てみてすごいからな。 <laughs> す,すごいなって思うだいぶ、いや、予想以上にすごかったな。もうフィリピンでの人気エグいんで、だからそれと同じ感じなんでしょうね、インドネシアの話がね。なかなか NCT 伸びないですね。だからこれ多分だいぶ一興ですよね、この NCT のこっちの名前合わせたら。ああ。おなるほどね。ちょっと、わかりました。はい。じゃもう一回セブンチ戻して、じゃあ最終的に、 すべての国行かしていただいてよろしいでしょうかすべての国行かしていただいてよろしいでしょうかちょっと待って、一回日本の2022年見とく。日本の2022年の比較も見たいな。こっから、この二強具合から2022年。2022年やと、こんな感じですね。ああ、2022年。あーなるほどね。やっぱセブチか、月々が伸びてるんやな。やっぱセブチとの差はあったもんな。2021年は ?2021 年。 やっとこんな感じです、ね、ああ、多分カテゴライズ NCT されてなかったよな、これな。あなるほどね。まあ、なんで NCT の反応がちょっと、まあ、でもインドネシアが反応してたもんな。何かしらがあるのかもしれないですね。あ はい。わかりました。じゃあ、えー、っと、ここでまあ、セブチ VS、えー、と、スキズってなってますけど、この2023年の、えー、っとね、すべての国でどうなるか、これ見た感じ結構いいになってますよね。ちょっと見ていきますね。すべての国行きます。こちらですね。はい。はい。ということで、す、え、べ、ー、ての国で行くと、 スキズが58、そしてセブチが49ということでめちゃくちゃいい勝負ですけども、全世界となるとスキズなんですね。まあ、このアベレージもスキズの方が上ですね。なるほどね。ま、なんで、ね、第4世代のトップがね、このスキズが、まあ、セブチをこう再生数だけでもね、まあ、これだけ数字で伸ばしていったっていうのはね、追い越していったのはすごいですね。 なんで、このあたりで、ちょっと BTS が世界的にどんぐらい大きいのかっていうところをね、見ていくんですけど、こちらですね。はい。BTS やなさすがですね。あのー、もうちょっとレベッチやなっていうところあの。グラフ見に行くいわかる BTS はね、もうとんでもないんで、ちょっと今後も、あの、殿堂入りということで、ちょっと入れ、入れないでよく置きましょう。<laughs> ちょっと入れるとややこしいんでね。入れないで置きましょう。はい。まあなんで、ね、まあこういった形で、ね、ワールドスターにドカンとね、こう、レベチの存在が、まあもしかしたら次、スキズ来るかもしらんね。うん。まあそこら期待したいなってところですかね。まあ、ブチもそうやけどね。NCT もそうですね。はい。ということで皆さん、高評価だけ最後、よろしくお願いします。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。チャネー、バイバーイ。